ストリームヤードを活用して Facebook ライブのリンクを作る方法をお伝えさせていただきます。ストリームヤードでこちらの分のブロードキャストというところがありますので、ここのブロードキャストを押していきます。そしてクリエイトはブロードキャストというのがあるので、これをクリックいたします。そうすると事前に登録している Facebook とか YouTube とかがありますので、こちらの方をクリックします。そしてタイトルを入れます。例えば、テストライブとかっていう風に入れていきます。でここは、説明文ですね。このライブは、何々ですとかっていう風に説明文を入れておきます。何か誘導したいですね、URL とか LINE とか、メールマガとかそういったものがあると、ここら辺に URL とかを入れておくと、動画見ていただいている方が次に誘導しやすいんじゃないかなという風に思います。でその後にですね、予約設定をするときはこのスケジュールフォーレイターというのがあるので、これをクリックします。そうするとここにいつしますよというものがあるので、いつなのかということを押します。例えば26日の、21時とか PM ですね、 PM とか AM があるので PM の9時っていうふうに設定したりとかします。でアップロードサムネイルイメージというものがあるので、これが、要はですね、サムネイルですね、アイキャッチ画像。なので、ここをクリックして、で、例えば、もうすでにですね、作成しているのであれば、こういった風にデスクトップとかに画像を置いておいて選択します。そうすると、こんな風に作ることができます。それで、ですね、許可ということでやっていくと、こんな風に出てきますということです。で、クリエイトはブロードキャスト。これも、このボタンを押します。そうしていくと予約設定っていうものができました。じゃあこちらですね、どういうふうになってるかというと、ここの部分で3点3つですねのところを押していただくと View on your Facebook というものがあるので、これを押します。はい、そうするとこんなふうに Continue to Facebook とかあるので、ここら辺を押していただくと、ライブでやっていくためのこのですね Facebook の投稿、これが出てきます。で、このライブ動画の URL っていうものがあるので、これをコピーしていただいて、シェアとかをしていただくと、他の人にですね、シェアしたりとか、あとは自分の Facebook とかで、告知することができます。ですね。こんな風にあったりとかします。はい、予定ですっていう風に出てきたりとかするので、これでですね、もう一回シェアし、ここで自分でシェアしたりとか、シェアしてもらったりとか、その URL が、こちらになりますので、こちらの方、ここですね。ライブ動画の URL、 これをコピーしていただいて他の方とかにシェアしてみていただくといいかなと思います。はい、で、ライブ相手ですね、例えばライブ配信とかで対談相手に URL をこれ送りたいっていう時はどうするかというと、このまた3つの点を押していただくと Invite a guest っていうのがあるので、ここを押してください。そうするとこのね URL が出てくるので、このコピーしていただいて対談してほしい人に URL を送りましょう。はい、という感じですね。で、また他にもですね、内容修正したいというときは、ここのエディットっていうところを押していただくと、先ほどの部分でタイトルとかサムネイル、ここ修正することもできますので、よろしくお願いいたします。そういうとこですね。で、スケジュール消したいというか、ここのデリートを消していただければ大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。こんな感じですね。はい。はい。ちょっと今、開いてるからできてないですね。はい。で、このですね、YouTube だったら、ここがもしですね、なければ、自分でここでですね、追加してください。Add a Destination となるので、Facebook のページなのか、Facebook グループなのか、Facebook プロフィール、これは個人投稿ですね。個人投稿とかっていうところで、これで作っていくということです。で、自分のこれだったら、これでやるとか、っていう感じですね。私は今もう繋いでるので、コネクトっていうふうになっております。はい、そうするとですね、先ほどのブロードキャストも作ることができますので、やってみてください。以上となります。どうもありがとうございます。